はい、岩倉さん、もう来ます。あれなんか撮ってる。はい、ちょっと遅れる。そうですね、一緒に来られたわけではないですか。はい、僕だけ一本あって前に朝から。はい、こういうのは結構日常茶飯事で、まあ、そうですね、まあ、でもキングオブコント遅れたのは初めてかもしれない。せっかく密着ついてくれてるのに僕らの会遅刻うんぬん、めっちゃ恥ずかしいんですけど、全然熱くないな。もっと熱い感じにしてほしいのに、しょうもねえ。今岩倉さんと連絡取ってるんですか。ちょっと文字でネタ合わせし、文字で LINE でですか。はい、こここうしようとか。どれぐらいに近いですか。一応 H グループの前半が移動開始して、すいません。最悪あの下旬変更とか可能なんですけど、何分ぐらいとかわかんないですよ。5分ぐらいで来る。あと5分ぐらい。はい。多分10分ぐらいになったら移動になると思う。すいません。マジごめん。すいません。ダメです今日は。返してください。今日密着させていただいて嬉しかったです。あ、よろしくお願いします。これだから遅刻の話しかないです。今のとこ皆さん熱い話しているのに、僕だけ普段こんな感じなんですかとかしか喋ってないです。ミクロポエチさん、マンハラレさん、カエルテさん、ネタで使う道具だけ持って移動お願いします。どうぞ。お願いします。あの、すいません、先ほどはちゃんとご挨拶できなくて、ちょっとすいません。よかったです。マジで、はい、えぐい。お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでしたか。いや楽しかったな。やっぱり最高だな、キングオブコント始まったなって感じ。今日もすごく暑いんですけど、もうなんか暑さとか全部吹っ飛びました。はい。すげえ、めっちゃ喋るやん。どうですか、手応え的にはいかがでしたか。最高でしたね。本当。うん、まあ言ってるでしょう。岩倉さんどうでした。あ、いやちょっとすいません、うん、すまん、マジですまん。ちょっとギリギリに、ギリギリどころじゃないよな、すまん、マジですまん。どうされたんですか、ちなみに。ちょっと遅れちゃいました。手前なんかあったってことですか。いや、時間配分ミスっちゃって、ちょっと小道具取りに行ってたんですけど、ちょっとあの時間配分忘れて人と喋っちゃって、なんか次の仕事まで相手が30分ぐらいしかないとするじゃないですか、うん、でじゃあ次の現場行こうかっていう時に、どうする、ちょっとご飯でも食べていくみたいな言うんですよ。いや、あと30分しかないよって言ったら、ああそうかみたいな、間に合う間に合わないより先にやりたい食べたいが先に来ちゃうんだなとは思いますね。すまんな、でも、大丈夫大丈夫、本当に面白い、応援してるよ。ありがとうございます。すいません、お世話です。えぐい、勝ったやん。無敵コンビだ、すげえ。完璧すごい、出番終わりにさ、人に面白かったよって言える余裕が欲しいよ。すごいよ、師匠はやっぱり。うわかっけえ。いやありがたいお言葉いただきましたね。でも確かにギリギリに来られて、舞台で笑いバーン取られて、めちゃくちゃかっこいいですね。うわ取れてた、取れてましたか。結構受けてました。あ、受けてました、よかった。気づけ、これはね、いじられてるんだよ。受けてなかったってこと。いや、受けてたけど、遅れてたというのを際立たせるために言ってるんだよ。あ、そうなの。気づけ、うん、危ないぞ。そのまま本当に本当ですか。ありがとうございます。次、はい、通過したら準々決勝。はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。